強い、がうのは弱い。何が起こるかわからない。うーのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。うーのとパンチの今日は WBC を振り返ってダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。これでさ、まあたらればだけど、うん、打てなかったり、またはピンチヒッター出されたりしたら、はい、今シーズン、まあ、ボロボロとは言わないけどさ、うん、なんか引きずっちゃうシーズンになっちゃうところがさ、そうです、爽やかに開幕迎えられてさ、いやー、ね、そうですよね、本当ですよね、うん、広島というか初戦が東北ヤクルトスワローズなんですよ、うん、村上選手がいて、うん、で村上選手が WBC で打ってなかったから、うん、打ってなかったらあんな村上 WBC で打ってないのになんでルギラ選手で打つんだよって言えたんですけど、あれで打っちゃったから、うん、まあそれが言えなくなっちゃったって言って、あもうこれ打ったらしょうがねえなっていう、うん、もうそれぐらいの活躍をされましたからね。だから、うん、あの野球少年たちに伝えたいのは、うん、これが野球、うん、やだったなんていうの、その長嶋監督が野球とは人生そのものだって言ったけど、うん、どんなにこう打てなくても打てなくても最後に打ったらヒーローなわけだから、あのなんていうかな、拗ねたり、うん、腐ったり、あのこうせずに、うん、常にいつも爽やかな気持ちでプレーしてるとさ、うん、そういうことが起きるんだよ。いやー本当ですよ、もう本当にこうちゃんと神様見てますからね、うんうん、それはもうテレビ見てるおじさんたちもさ、うん、いいねで終わらせないでさ、うん、会社でもこうなんかあった時でも、うん、爽やかにいつも、うん、行ってきますお母さんってね。ああ、そうですね、家を出る WBC 見てそれですっきりしてたらダメなんだからお父さんたちもそうですね、こういうふうに頑張ってほしいなと思う ね、 そ、 うね、その姿を見てね、うん、いや俺は頑張ろうみたいなね、うんうん、でも本当に話戻るけどさ、ね、いかに今までの野球の理論が間違ってたかっていうのは分かるよね大根切りだあれどういうこと、でも王さんがこうやってんだからって本当にこうやってってもうさもうあれが嫌なんだよなあれがちょっとそう、ね、あの映像見ちゃったらさ、うん、だってダウンスイングと思っちゃうもんね。思います、やっぱね、だって王さんさこうやって日本刀でやるけどさ、うん、実際打つときさこうやって打ってるよ、うんうん、全然違う打ち方になってるんですよね、うん、まああくまでも一つの方法っていうことなんでしょうけどね、うんうん、その決勝戦ですよ、うん、決勝戦ちょっとまた話長くなってますけども、うん、決勝戦、まあ、3対2で迎えた最終回、うん、最後、うん、ツーアウト9回表ツーアウトランナーなし、うん、最後のバッターが、うん、マイク・トラウト。じゃあそれね、ピッチャー大谷翔平、俺もそれは知らないから、そういう対決だったんだってね。ああ、そうだ、そうだ、同じチームのね、その同じチームで、しかもキャプテン同士。俺はね、うん、大谷君がすごいと思ったのは、はい、あの最後スライダーで三振したでしょ。スライダーで三振でした。その前はボート投げたでしょ。ああ、そうですね、その前の球ストライクだね。あれ、そうですね、うん、というのはね、うん、俺はね、日本とアメリカが決勝になった時に、はい、絶対アメリカの審判ボブ・デンピッツソンみたいなのが出てると思って2006年あの必ずそういう風になると思ったのよ。ああ、いや大谷君だってやっぱり日本人で向こう行ってさ、うん、最初はどんなやつなんだよって感じで、やっぱりだ大谷君は絶対そういうこともあるっていうのを頭に入れてたのね。だあれで決まったと思ったらさ、バールとなっちゃって、そうです、さバールこことかさ、うん、バールとかこうなるよ、逆にしますね、うん、とかさ、うん、とかさ、うん、バールだ。彼の気持ちの中ではスタンドのみんな、テレビ見てるみんなが、うん、振りました三振っていうのをじゃないとダメなんだっていうのは腹になったんだろうね。ああ、うん、なるほど。あれストライクだもん。バーン。確かに。だったら俺とか言ってさ、あれはこういいとこズバーンって来た、来たよ。うん。もうボールって。みたいな感じですね。そこも大谷君のすごいとこだなと思ったね。このアメリカというところでは、とにかくブンと振って三振。みんなが分かる三振じゃなきゃダメなんだと思ったんだよ。ですよね、うん、なるほどね、うん、でましてやこの同僚対決、スーパースター対決、うん、ね、日本を背負ったアメリカを背負ったキャプテン同士の対決、うん、
最後フルカウントに持ってた3球、三振でね、うん、終わるっていう。だから3回振ったもんね。振りました。じゃあちゃんとね、うん、分かるもんね、振ったのね。完全に3球とも全部振ってましたね、うん、でマイク・トラウトさんは通算6000打席ぐらいあるんですけど、うん、全部のストライクのボールを三振、空振りをしたのが24打席しかないんですって、うん、通算で、その全然三振、空振り三振をしないトラウトさんが大谷選手のスライダー空振り三振したっていうんで、うん、これもすごいなっていうのがね、すごいね、まあ僕なんか中学校の時に英語の授業なんかあってさ、英語なんか使わねえよっていやもう英語ぐらいっていう当たり前の時代だよね、うん、そうですね、もう世界だね、喋、うん、れないともうダメですからね、あアメリカなんて遠い国だよ太平洋を相当渡っていかないといけないですか、ね、初めて小学校2年生の時にマクドナルドが来てさこれ食べてんだとかさそうね、そうですよね、ほらもう、うん、そういう時代なんだな、近くなりましたよ、本当ね、うん、パンチさんの視点で、うん、アメリカの野球が今後そのかあの日本のスモールベースボールみたいに送りバントとか、うん、そういうの今後するようになると思いますか。それはね、うん、監督によってだと思うよ、ただ、うん、基本的には、うん、力いっぱい投げて力いっぱい打つっていう、うん、あ野球で通すんじゃないの。あ、うん、というのはその、ID 野球とか言ってさ、あのぐらいで、はい、野球を面白くしたのも野村監督だし、うん、野球をこう面白くなくしたって言っちゃ失礼だけど、もう野村監督だと思うね。どういうことかっていうと、やっぱりさ、今はドームっていうのがあるけれども、はい、野球は基本的に雨の日はやらないでしょ。そうですね、うん、サッカーやラグビーは雨の中でもやるけどさ、うん、やっぱり青空の下でさ、うん、やるのが野球なのよ。だからさ、子供の頃さ、思いっきり投げてさ、うん、思いっきり打つっていう、そういうのが本来の野球だと思うんだけど、ランナー一塁に置いて、うん、カウントノーストライクツーボールね、うん、ツーボールノーストライクか、はい、ここでランナー走ってくるから、うん、1球外してスリーボールになってもいいから外せだとかさ、そういうのあるじゃん、そういうのありますね、うん、読み合いとか、ね、キャッチャーピッチャーとか言ってさ、今はツーボールだけどこれ走ってくるから思いっきり外せる、スリーボールになったら下ろせるんだとかさもう そういうのも面白いよ。そうですね、でもやっぱり本来思いっきり投げて思いっきり振るっていうのがアメリカだから、うんうん、ないと思うよ。ないですか、うん、特にアメリカの子供たちのリトルリーグなんか見るとさ、うん、打て打て打てって言うようなあれしてるじゃない。あ、そうですね、うん、で僕なんていうの、日本にもあるあの米軍の子供たちの野球なんか見たことあるんだけど、あ、はいはい、とにかくその3点取ったら、うん、ノーアウトでもチェンジとかさ、あのみんながこう楽しくやれるようにな感じなのよね。あ、そうなんですか、うん、日本はだからそういう意味で言うとね、うん、いいとこでもあるんだけど、うん、あんまりちっちゃくなるのも面白くないよね、うん、そうですね、うん、ちょっとスケールがちょっとちっちゃくなってしまう、うん、まあ、それはこれは好みの問題だけどね、うん、うんうん、ということはパンチさん、オールジャパンでね、こうやっぱその世界と繋がれたこともありますけど、うん、やっぱりそういうふうな感じしましたか当時。いや、そうだよ、うんうん、日本はやっぱりなんとか体も小さいからさ、うん、いろんなことしてくる、そう、機動力や、うん、盗塁とか送りバントとか使って、うん、そういう技を使ってやっていくという、そうだね、あ、うん、やっぱりその野球のそのものが違うのかもしれない。違うよ、もしかしたらね、うんうん、ただその話はちょっとあれだけど、はい、ああいう国際大会にも、うん、また海外にいてやるとか、はい、もう慣れてきたっていうかさ、うん、それが当たり前のな感覚になってきたよね、うん、日本もね。あ、そうそう、昔はほら、ね、あっち行っちゃうと時差がとかさありましたね、あの食べ物がだとかさ、うん、あのボールがとかさなんかそういう理由があったけどももうあっち行ったらあっちはそういうもんなんだっていうような感覚になってきたよね。ボールに入れば、ボールにしただけで、ね、マウンドがとか土の硬さがとかさ結構日本と違うからとかさ、そんなのは
関係なく、うん、プレーできるようになったのがたくましくなったね。これね、WBC の話尽きないね。尽きないですね。まあ、この辺で一旦切っておかないとあのそうですね、ずーっとこのまま2時間くらい喋っちゃうからさ、もう永遠に止まらなくなっちゃいますね。ほんとね、ちょっとまたあの見たいがあったら、話したいと思いますね。はい、よろしくお願いします。放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちました番地佐藤さんです。どうもー、いかがですか今の気分は。現実まで飲みたいんです、今日は。ドーン、大阪みなみで待ってまーす。タコマンで、ハハハハ。川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノの YouTube チャンネルをですね、あのご覧にくださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですよね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てる時にですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、で、そこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッ。そうね、そうですのね、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。